1700年から現在に至るまでの中米、カリブ海地域の国境、勢力図の変化2008年現在のカリブ海地域、国別色分け地図カリブ市は、カリブ海域の西インド諸島とその周辺の関係の歴史を指す。アメリカ大陸部同様に先住民としてインディオが居住し、その歴史を有しているはずだが、大航海時代以降ヨーロッパ各国が、 植民地化して以降、ヨーロッパからの植民者や奴隷貿易によって移入された多くの黒人に圧倒され、外部からもたらされた伝染病により、地域のインディオはほぼ絶滅しており、植民地時代以前の歴史はヨーロッパ人による記録と考古学的痕跡だけとなっている。ヨーロッパ各国が侵入してくる前のダイアンティル諸島の社会は、 文化的共通性を持っており、そこで最も一般的だった政治社会の形態は主張性だった。それは主張、貴族、平民である農民、戦争の捕虜などの奴隷の比較的簡単な清掃社会であったが国家社会ではなかった。スペイン侵入当時、エスパニュラ島には6、プエルトリコには十八の主張社会があった。主張の領域は分けられ、 海主長に委ねられ、その下に村の長がいた。シボネーと呼ばれる漁老採集民が住んでいた、キューバ島やエスパニョラ島の生誕部を除く地域は、アラワク人が、子猫という農法で主食のヤムイモ、ユカなどの根菜類を作っていたほか、豆、トウモロコシ、カボチャ、タバコなどを栽培していた。小アンティル諸島には、カリブと呼ばれる民族が住んでいた。 彼らは南アメリカの熱帯林からの移住者だった。ここでは狩猟や魚老は男子が子抜での工作は女子が行った。上手にカヌーを作り荒枠く社会をしばしば襲撃した。彼らは食人種であると言われてきたが、そうではなく宗教儀式の一部として行われたに過ぎなかった。この儀礼食人はアステカ社会にもあった。 グアダルーペトで発見された荒ク族による石碑。以下の独立国ではない地域の歴史は、それぞれの歴史説を参照。ありがとうございます。